Google 検索窓から Glue というソフトを検索します。検索の中から簡単 Glue というところを読んできてダウンロードします。 Glue が立ち上がったら新しい動画で始めるをクリックします。今回は以前編集したキャノンのスキャナーの動画を開きます。それで日本語で選択すると今解析してます。この解析にはしばらく時間がかかります。はい、解析が終わりました。では再生してみますと、キャノンのポータブルスキャナー DRP208 を紹介いたします。自動的に音声を解析して字幕が出てます。スキャナー側にケーブルをつなぎます。次にパソコン側を接続します。そして付属のソフトを立ち上げます。よく見るとやっぱり完璧ではなくて間違ってるところがあるので、これから下の段で修正していきます。上は解析した文字で今後関係ありませんけれども、下の編集窓で編集したものが反映されて正しい字幕が作ることができます。修正した画面を見てみますと下に字幕が出てきます。この USB 端子から給電します。このように音声認識したものを修正しながら簡単に字幕ができるソフトなので、ぜひ使ってみてください。文字の色とか大きさとかその辺も変えますので、